こんにちは、ダイレクトライスタジオの広島です。楽しくなる練習方法のパート2、今回はプロフェッショナル版を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。楽しくなる練習には何が必要かというと、前回言ったようにバランス力ですね。一つの視点からの練習ではなくて、複数を絡めてバランス良い練習をしていくということでしたね。前回やったように C、そして E フラット、そして A フラット。このような進行で、左手でルート5度、そして右手ではナインスサード、そしてメイジャーセブンス。これで、という練習をしましたね。サウンドをさらにプロフェッショナルに近づけるために何をするかというと、もう一つ作曲要素を入れていくということです。これはですね、やはり応用できればできるほど実践のパターンで使えるようになりますので、今回はですね、このパターンの 9-3-7 にプロフェッショナルなサウンドをちょっとさらに追加してみたいと思います。まず最初に紹介するテクニックはフリックというテクニックになります。これはですね、どのようなテクニックかというと、このような音、これが前回までの流れだったと思うんですが、トップのこの B、 メジャーセブンスの音に対して6の A からこのようにフリックというふうにタランタランという感じで表現します。E フラットメジャーだと、 A フラットメジャーだと、寄り道する感じ。1音だと、そしてダブルフリックだとタランタランなので、こんな感じ。一瞬何が起こったのか、何をやってるのか、ちょっとパッと聞いたら分かりにくいですね。低い音よりも、特にネオソウルなどのジャンルでよく聞かれますね。このように左手でルート5度を押さえるのは変わらないんですが、右手で9-3-7だったのに対して、7に対して6-7にタランというふうに表現すること、これがフリックと言います。ではまず C コードでやってみましょう。左手は C と G ですね。そして右手では D、 そして E、 そして A、 この A の音を薬指、そして小指で B の音、これを待機しておいて、ポイントはですね、右手の D と E はキープした状態のままタランと、D と E を離してしまうと音が切れてしまうので、タランというニュアンスですね。軽く、薬指と小指なので、やはり指の力がなかなか出ないかもしれないんですが、非常にこれ指の練習にも最適ですね。では E フラットでやってみましょう。左手で E フラット、 B フラット、そして右手では F、 そして G、 そして C から D にフリック、このニュアンスですね。では A フラット、 A フラットだと左手が A フラ、 E フラ、そして右手では B フラット、 C、 そして F から G にフリック、このダブルフリックは非常に指を鍛える意味でも最高の練習になると思います。このような形になります。シングルフリックで流れるように弾いてみましょう。非常にいい感じになります。では次のテクニックに移りましょう。サウンドとしては、というテクニックになります。今何をしたかというと、
メジャーセブンスをオクターブで右手で B と B を加えたんですね。そしてそこから今度はナインス、サードをメロディーとして加えたという形ですね。綺麗なワイドなアルペジオですね。非常に実践的なサウンドだと思います。ポイントはですね、やはり指をかなり開かなくてはいけないので、まずはこの小指の B から親指の B、 オクターブがちゃんと広げられる。開かない方はですね、一気に押さえなくてもいいので、小指によって親指に重心をこう動かす形でも大丈夫です。このような流れ。そして E フラットになったら、使う音は D と D、メジャーセブンスですね。そしてナインスの F から G。非常に綺麗なサウンドですね。 A フラットメジャーセブンスだと G と G、 これがメジャーセブンスの音。そして B フラット C、 これをというふうに入れていきます。もう一度ゆっくりやりますね。ピアノが喜んでいますね。やはり練習が楽しくなるためにはサウンドがいいこと、そして応用性が効くこと、これが非常に大事だと思います。もちろん今 C、E フラット、A フラットという流れでやっていましたが、どのコードでもできるようにしておくといいですね。例えば D フラットだったらいいですね。 F メジャーセブンスだったらというような感じになります。それでは本日のまとめをやっていきましょう。楽しくなる練習のプロフェッショナル版では、さらに応用性、作曲性が高いものが求められていきます。そうすることによって、あ、こういうところでこの音を弾くのは非常に使えるなっていう実践に役立つからですね。最初に紹介したテクニックがフリックといって、シックスの音からメジャーセブンスに、このようにタラーンと奏者コンプで加える音。そしてダブルフリック2回。これはもう指の練習、薬指と小指、この弱い指を鍛える練習にも最高です。そしてもう一つのテクニックはメジャーセブンスをオクターブで使って、さらにナインスサードをアルペジオパターンとして使うという流れ。作ったパターンがこのような流れで、もちろん今パターンとしてとやってますけど、じゃあナインスからでやったり、サードのっていうふうに弾いてもいいですね。この辺りも応用性が高いこと、自分だったらこんなふうに弾くかななどというふうに応用性が高いというのも楽しくなる練習の秘訣ですね。非常にいいサウンドですね。このようにですね、より応用性が高ければ高いほど実際の伴奏パターンで使えますので、より実践的ですね。ぜひ試してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、
ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。